はい、皆さんこんにちは。極貧弱小 YouTuber のゲストです。9月の11日ですね、日曜日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや、やっと夏が終わりましたね。昨日今日とね、だいぶ涼しくて過ごしやすくなりましたね。もう会社までのね、道のりえっちらおっちら歩いていかなくちゃいけないんですけどね。炎天下の中もう歩くだけでね、会社に着く頃にはね、もう体力半分ぐらいになっちゃっててね、仕事なんかする気になれなかったんですけどね、まあそれだけがね、もう夏嫌だなと思ってたんですけど、まあそれがね、なくなっただけでも、仕事でね、モチベーションがね、半分ぐらいは回復したかなと思いますね。はい。はい、ということでね、今日はね、まあ新しいね、まだちょっと中華ゲーム機の中で私が狙ってる商品、KTR-1 と、まあ、アヤネオエアプラスですか。この2つがね、まあ私の今、目下、最新のゲーム機の中では狙いどこなんですけど、どっちもね、まだちょっと発売の予定も立ってないっていう感じなので、なかなかちょっとお届けできるのは先になるかなと思いますので、今日はね、まあ最近発売されて人気の高い中華ゲーム機とか、あとちょうどね、プレオーダーが始まったばっかの商品とかですね、この辺をちょっとね、見ていこうかなと思います。はい。じゃあね、早速ね、まず行ってみたいなと思うんですけども、このレトロイドポケット3、今ね、ちょっと画面に映ってる。これからね、ちょっとね、見ていこうかなと思います。で、私このレトロイドポケット3の1個前のね、レトロイドポケット2プラスというのを、買ってね、実際まあ触って動画の方もね、お伝えしております。なんで、まあどういったね、商品なんだっていうのは、まあ大体カタログスペック見ればわかるんですけども、このレトロイドポケット2プラス、私の持ってる商品から3になって何が変わったんだというところをね、まあ軽く見ていこうかなと思います。大きくね、分けてね、3つね、変わった点があります。まずね、内部のね、スペック構成が変わってます。変わったところですね、レトロイドポケット2プラス、この前作ですね、前作はですね、スペックの構成が 2GB のメモリに 32GB のストレージを積んだ商品になってました。で、今回の3は、同じく 2GB のメモリと 32GB のストレージ。これの他にね、チョイスできるようになってまして、3GB のメモリを乗っけたタイプっていうのを選べるようになってます。ここがね、まず大きなね、一つの、スペックの違いですね。で、そして、もう一つ。内部のね、Android のバージョンが、前回は9だったんですけども、11にね、引き上がってます。で、まあ、公式曰くですけど、まあ、Android 11に上がったことによって、20から30% のパフォーマンスの向上が見られますよ、っていうふうに歌ってますね。はい。次ですね。次はですね、このハードですね。ハード面での、変更点がいくつかあります。まずね、ハード面の変更点、一つ目ですね。一番大きいところ、このモニターのサイズですね。モニターのサイズが、前回は、レトロイドポケット2プラスの時は、4対3の画角の 3.5 インチというモニターをね、搭載しておりました。で、今回のレトロイドポケット3になったからですね、4.7 インチの16対9という画角に変更されてますね。で、これによって、まあ、モニターのね、横幅が伸びたので、当然、この横のサイズも、長くなってますね。前作のレトロイドポケット2プラスに関して言うと、この横幅のところが 150mm、15センチですね。で、今回の、レトロイドポケット3に関しては、18.4 ですね。184.65 なんで、まあ、約5センチですかね。18.5 センチ。なので、前作のレトロイドポケット2プラスから3に上がったことによって、横幅のね、比率がおよそ、3.5 センチほどですね、横長になった感じですね。はい。で、縦幅を見ていくと、縦幅に関して言うと、前作のレトロイドポケット2プラスの方は 81mm。で、今回のレトロイドポケット3に関して言うと 81.38mm なので、縦幅はね、ほぼほぼ一緒っていう感じになりますね。はい。っていったところですね。で、全体的にですね、ここね、結構大きな違いかなと思ってるんですけども、前作はね、この紙面ですね、角面がね、流線形じゃなくてね、もう真四角みたいな感じなんですよ。なので角がね、ここがカチッとしてるんですよね、垂直に。で、それに対して、これ全体的にこう流線形を取り入れてるので、丸みを帯びてるんですよね。なので、これによって多分ね、
このレトルトポケット3の方が長時間持っててもね、疲れないですし、手が痛くならないと思うんです。角張った本体って、まあこれだけじゃないんですけど、長時間ね、こう手に持ってプレイしているとね、この辺のね、フォールドしてるところがね、痛くなってくるんですよね。90度のものがここにずっと当たり続けてるので、痛いんですよね、長時間やってると。ここにね、跡がついちゃったりして。で、流線形を帯びてるボディって長時間使ってても、まあスイッチとかもそうだと思うんですけど、そのね、角が当たるところが丸っこいんで、ここに対してのこう圧力がね、少なくて済むんで、長時間持っててもね、手が痛くなったり疲れたりしづらいんですよね。なので、ホールドのね、しやすさとかはね、明らかにこっちの方がね、上がってると思います。グリップ力とかね。はい。というところが、変わってますね。で、三つ目はね、この、液晶以外のその、今申し上げたその、丸みもそうなんですけど、ビルドのね、方が、おそらくこっちの方がかなりね、洗練されてる感じがしますね。まず一つ目はですね、この、アナログスティックと D パッドの位置をね、上下入れ替えてます。アナログスティックを下。で、D パッドを上に持ってきてますね。この辺は、まあ、正直、好みがあるので、一概には言えないんですけども、私はまあ前のね、別のハードでも申し上げた通り、まあ内容は割愛しますけども、下にアナログスティックが来てる方が理にかなってるっていう派なので、これはね、上と下入れ替えてくれたのは、良かった点じゃないかなって個人的には思ってます。で、あと、D パッドがですね、これが、まあ前作の D パッドなんですけど、一般的な十字なんですけども、この3に、変わってからですね、一回りちっちゃくなってるんですよね。で、この、D パッドって、アイアンネオの初代の方とか、あと、OD ですね、に採用されてる、このちっちゃめのやつなんですよ。で、OD の時に私手にした時、D パッドちっちゃって思って、こんなん絶対操作しづらいでしょって思ってたんですけど、いざ操作したら、まあ、このね、普通の大きめの十字より全然こっちの方が操作しやすいんですよ。特に、格ゲーやる時に、このピッチが狭い、なんていうんですかね、短いので、コマンドのね、入力がすっごいやりやすいんですよ。D パッドでやるときに。だから、この D パッドに関しては、個人的にはですけど、このちっちゃくなったことで、かなりね、前作よりもね、操作性上がってると思いますね。はい、なので、ここら辺のね、構成がすごく変わってて、操作しやすくなったんじゃないかなって思ってますね。はい、で残念なところで言うと、前作はですね、モニターを上までね、極限までこう、寄せてるんですよ。それによって、下にスペースが生まれたので、フロントにね、スピーカーをつけたり、この、普段この、アナログとか十字キーに干渉しないように、ホットキーとかスタートキー周りをね、この辺にね、集約してるんですよ。画面の下に。でこれによって、まあ、誤入力とかを避けてるんですよね。はい。ここはすごく素晴らしいなと思ってたんですけど、今回はね、画面を中央に寄せちゃってますので、当然ここにね、スペースがないんですよ。なので、スタートキーとかがですね、確かここら辺、今ちょっと画像がちっちゃくて映り込んでないんですけど、この十字のね、上あたりに確かあるんですよね。はい。なので、下手するとガチャガチャプレイしてると、間違って押しちゃうこともあるんじゃないかなっていう、ちょっと懸念はありますね。はい。で、スピーカーの方も当然ここに、余白がなくなっちゃいましたので、このね、ボディのね、下についてるんですよね。これちょっと上から撮影したやつなんで、あれなんですけど、これが下面だとするとね、ここの左右についてる感じになりますね。だから前作は本体の正面から音が飛んできたのに対して、このね、レトルトポケット3では、こう、音がね、下にこう飛び出しちゃうんで、臨場感はね、こっちの方が多分ね、音はあると思いますね。はい、まあ、音の質はね、多分使ってるスピーカーとかそんなに変えてないでしょうから、質的には同じですけど、まあ、正面から聞こえてくるか、下から聞こえてくるかで、まあ、ちょっとね、聞こえ方は違ってくるかなと思うので、まあ、その点はちょっとね、残念かなと思いましたね。はい。って言ったところが大きな3つの違いになります。で、この3つの違いをそれぞれ、まあ、よし悪しを見ていこうかなと思うんですけど、まずボタン構成とかですね。ボタン構成はさっき言ったように、こっちの方が明らかに向上していると思いますし、あと持った時のグリップの、この角がね、丸っこいので、グリップしてて疲れなさもこっちの方が明らかに上なので、この点はね、レトロイドポケット3にこう引き上がって得られている恩恵の一つかなと思いましたね。ここはね、よしだと思いますね。はい。で、次にこのモニターなんですけども、モニターに関して言うと、
これは良しでも、悪しきでもどっちでもないかなって思いますね。っていうのも、この、3.5インチから4.7に、4.7インチになってサイズアップしてますよって歌ってはいるんですけども、実際にね、サイズアップを感じられないと思うんです。一部のものを除いては。というのも、画角がね、そもそもこれ違うんですよ、2つとも。こっちは4対3なんですね。こっちは16対9なので、そもそも画角が違うんですね。で、我々がこのレトロイドポケット3で遊ぶエミュレーターの多くは、ネイティブの画角が4対3、もしくは3対2のものばっかなんですよ。で、一部16対9の、エミュレーターがあるっていう感じなんですよ。まあ、早い話が PSP ですね。PSP だけ16対9でネイティブの、画角なので、PSP を遊ぶんであれば、こっちの方が当然マッチするんですよ。フル画面で映せるんで。で、レトロイドポケット2プラスの場合は、PSP をやる場合は、上下がね、映画みたいにこう、ベゼルが切れた状態で、黒塗りされて映し出されるんですよね。なので、PSP で遊ぶ場合は、こっちの方がフルスクリーンで遊べて、モニターも大きくなったなっていうふうにかなり感じると思うんですよ。なんですけど、4対3で遊ぶようなソフトですね。プレイステーション1であったり、まあ、セガサターンとかドリームキャストとか、その辺で遊ぶっていう時には、逆にこっちは左右に4対3仕様にね、ベゼルが切れちゃうんですよ。で、当然、フルスクリーンにはできますけど、ストレッチしてね。なんですけど、横にこうビヨーンって引き伸ばされちゃうんで、キャラクターがちょっとデブに映ったり、文字がね、ちょっと横伸びして気持ち悪い状況になっちゃうんで、私はやっぱりこう端っこを切って4対3で遊ぶタイプなんですね。16対9のモニターの時に。で、そうなると、結局、この16対9の端っこを切っちゃうと、これとね、モニターのサイズがね、変わらないんですよ。こっちの方が大きく見えるだけで、よく見ていただきたいのは、さっき言ったように、これね、モニターを上までいっぱい寄せてるんですよ。なので、これを中央に寄せると、こことここってね、画面のサイズほぼほぼ一緒なんですよ。横幅見てもらえば、あ、縦幅か。縦幅見ていただければわかるんですけど、こっちが81.38で、こっちが81。同じなんですよ。なんで、モニターの縦幅はね、同じなんですね、ほぼほぼ。で、横にちょっと画面が16対9になった、伸びたぞっていうところの4.7インチっていうところなんですよね。なので、4対3で感じられる画角のサイズはね、ほとんど一緒なんですよね。で、PSP 以外は、モニターが大きくなって見やすくなったっていう風にはならないと思いますね、ほとんど。まあ若干当然縦幅も大きくなったと思うので、若干は感じますけど、ほとんどね、変わんないと思いますね。だからこの辺は、一応ね、4対3でこう表示した時に端っこが黒塗りで切れちゃうところを、この画像とかを貼ってね、ちょっと、なんていうんですかね、コンシューマーのその画像とかを貼って、ちょっとグラフィカルにしてごまかすっていう技術はありますので レトロアーチとかにね。なので、そういった面でね、ごまかして気にならない方は別にこっちでもいいかなと思うんですけど、私はね、この端っこにベゼルの、グラフィックベゼル出すの嫌いなんですよ。であればもう切っちゃってやった方がいいって人なので、あんまりちょっとね、やっぱり望ましくないかなって感じですね。モニターとしてはこっちの4対3の画角の方が個人的には好きですね。なので、この辺はちょっと好き嫌いが出るので、まあ良しとも悪しとも言えないかなって感じですね。個人的には4対3の画角のままで良かったかなと思いますね。という感じですね。だからこっちも上に寄せちゃってみたいな感じで、それで良かったかなと思いますね。という感じですね。で、次ですね。次は、スペック構成の方ですかね。で、ここは、まあ先ほど申し上げたようにメモリがね、前作よりも1ギガ引き上げたものを購入することが可能です。で、Android も9じゃなくて11になってますよっていうところが売りですね。で、この2つについて見ていこうかなと思うんですけど、この2つはですね、まあ結論から先に言っちゃいますと、大きな恩恵はないかなって思ってますね。まず、じゃあメモリから見ていきましょうか。メモリが 2GB から 3GB になって、恩恵ってどれぐらいあるんですかっていう感じですよね。多分一番気になるところ。答えはですね、恩恵は、まあ、そうだな。1割あればいい方かなって感じですね。だから恩恵としては、恩恵の、利率で言うと、10%あればいいんじゃないぐらいですね。いいんじゃないぐらいですよ。10%も正直ないと思います。というのも、
メモリが2ギガから3ギガに引き上がったとて、このレトロイドポケット3で遊べるエミュレーターに大きな影響とか恩恵を及ぼすかっていうと、それはね、ないです。受けれる恩恵はさっき言ったように 10% もないと思います。はい。だから、このレトロイドポケット2プラスの2ギガで遊べていたゲームが、快適に遊べなかったゲームがあるとして、じゃあこれがレトロイドポケット3になって3ギガになったことで、すごく快適に動くようになったとか、かなりマシになったっていう風に感じるかっていうと、それはないですね。これはもう断言できます。100% ないです。これはもう間違いない。はい、で、もし恩恵を感じるとするんであればですよ。あればなんですけど、この、Android が9から11に上がってますよね。で、一応公式ではパフォーマンスが20から30% 上がってますよと言ってるんですけど、正直ね、こんなに恩恵はないですね。この Android 9から11に上がって恩恵を受けるっていうのは、Android のアプリなんですよ。で、我々が遊んでるエミュレーターっていうのは、基本的に Linux ベースで作ったものを Android 版に移植してるんですね。だから、はなから Android 版として開発してるわけではないんですよ。なので、Android のアプリでありながら、Android に最適化されたアプリではないので、この、Android のバージョンの向上によって得られる恩恵というのはかなり少ないんですよね。で、例えば Android で動くゲームであれば、当然そのバージョンに最適化されたものを作っていくので、Android 10以降に出た、作られたゲームとかであれば、当然その最新の Android のバージョンの方が恩恵を受けてよく動くっていうのはありますし、そもそも Android 10以降じゃないと動かないですよっていうものもあるので、そういったものに対しての恩恵はあると思います。ただ我々が遊ぶエミュレーターで動作が向上するかっていうと、正直そこの恩恵はかなり少ないと思いますね。体感できるものは本当ごく一部の限られたタイトルだけだと思います。で、じゃあそこがなんでそんなことが言えるのかっていうと、そもそもこのメモリの必要量が関係してきます。結局、じゃあ、我々が遊んでるエミュレーターって、どれぐらいのメモリがあればいいわけっていうのを知ればいいだけの話なんですよ。で、じゃあ、まあ、そもそも、各ゲームのプラットフォームに対して、どんぐらいのメモリが必要なのっていうところを見ていきたいなと思うんですけども、まず、この、じゃあ、中華ゲーム機とかを離れて、最新の Steam のゲーム、まあ、要するに、メモリの、差し替えとか調整ができるのっていうのはパソコンのゲームですから、自分でね、調整できるのが。じゃあ、最新の Steam の PC ゲームですね、の AAA のタイトルを遊ぶために、一体どれぐらいのメモリが必要なんだってところを見ていきましょう。大体各メーカーからね、最低スペックとか推奨スペックっていうのがゲームが出る前に公表されて、まあ、それに合わせてね、皆さん自分の PC を調整して、そのゲームを買って遊ぶっていう形になると思うんですけども、大体公式のメーカーっていうのは2パターン出します。最低スペックっていうのと推奨スペックっていうのを出してきます。で、この最低スペックっていう方は、ゲームが、その、タイトルの中で、品質とかをかなり下げて遊べるレベルのことを最低スペックって呼んでます。で、推奨スペックっていうのは、そのゲームの、設定できるゲーム内設定を最高のものにして快適に遊ぶために必要な、スペックっていう感じになりますね。で、AAA のすごくお金と期間がかかっている AAA のタイトルを最新のものを遊ぶために最低どれぐらいのメモリが必要なんだっていうところで見ると、6ギガから8ギガって感じですね。はい。で、じゃあ、AAA の、ゲームを最高品質で遊びたい場合は、メモリはどれぐらい必要なんだっていうと、16ギガですね、大体。おおよそ16ギガ。で、本当にごく一部の限られたタイトルですね。まあ、10% にも満たないと思います。っていうのが、32ギガあった方が、より快適に遊べるよねっていう感じになってきます。なので、最新のゲーム機であったとしても、まあ、普通に品質とかを落として、画質のね、品質とかいろいろ落として遊ぶんであれば、6ギガあれば十分っていうところなんですよね。正直な話。じゃあ、我々がこのレトロイドポケット3とか、まあ多くの中華ゲーム機を使って遊ぶようなメインターゲットになるプラットフォーム、
そこに対してのメモリはどれぐらい必要なんだっていうところで言うと、まずじゃあ下のところから見ていきましょうか。アンダーラインからね。まあ、8ビット時代のファミコンとかスーパーファミコン、それから PC エンジンとかメガドライブ。このあたりですかね。このあたりはどれぐらいのメモリがあればいいんですかっていうと、32メガです。32メガバイトあれば十分です。これだけあれば十分快適に遊べます。で、そのもう少し上ですね。後期に出たようなもの、32ビットとかになってくると、まあ、ネオジオポケットカラーとか、そういったところですよね。このあたりは、まあ、64メガは欲しいかなっていうところですね。よく言えば、一部のタイトルは多分64メガでも、ちょっとメモリの方が足りないっていうところが出てくるので、128あると、より安心して全部のタイトルをカバーできるかなっていうところですね。で次に CD ロム時代に行きますね。CD ロム時代になると、まあ、プレイステーション1、セガサターン、このあたりがね、メインターゲットになってくると思うんですけども、ここの最低ラインは128メガです。128メガないと、タイトルは起動したとしても、やっぱり、サウンドが割れたり、一部のグラフィックがおかしくなったりします。なので、まずは最低ラインとして128ないと、満足な動作は得られないですね。で、後期の頃のタイトルも、カバーしたいってなってくると、256メガは欲しいところですね。はい。というところのラインになってきますね。で、次のステップに行くと、ドリームキャスト、それから PSP、このあたりですね、次のラインとして。で、このラインはじゃあどれぐらい必要なんですかっていうと、最低ラインが512です。512目があると、まあ、ドリームキャストとか PSP が、まず動きます。ちゃんと動きます。で、ただ、一部のタイトルで音割れだとか、まあ、さっき言ったようにテクスチャーがおかしくなったりします。で、これを解消すべく、メモリがどれぐらい必要なのかというと、1ギガです、今度は。1ギガって感じになってきます。はい。で、まあ、これだけあれば、大体 PSP であったり、ドリームキャスターっていうのは快適に動きます。あとは CPU のパワーが足りるか足りないかっていうところになってくるんで、メモリはそこで大丈夫です。メモリをあとは2ギガに引き上げても、3ギガに引き上げても、CPU のパワーが低かったらいくらメモリを引き上げても動作は一切変わらないです。これはもう断言します。はい。なので、このレトロイドポケット3で遊べる、ちゃんと遊べるよっていうところはここまでです。あとこの上になってくると PS2、まあ、それから、ゲームキューブ、Wii、このあたりが Android で今遊べるようなものですね。まあもちろん、Nintendo 3DS とか Switch とか細かく言うといっぱいありますけども、まあメインとなってくるのはこのあたりだと思うんですけども、このあたりを遊ぶってなってくると、今言ったようにメモリをいくら引き上げても無駄なんですよ。CPU のパワーが足りないとメモリをいくら増やしたところで、エミュレーターの動作は快適になりません。で、このじゃあレトロイドポケット3でちゃんと遊べる CPU のパワーが足りてるのはどこまでのラインかっていうと、今言った、PSP とドリームキャストまでです。ゲームキューブになってくると動くタイトルはあります。ただ CPU のパワーが足りない。絶対足りない。ちゃんと遊べる、軽めのゲームはゲームキューブも満足して遊びます。ただ、風のタクトとかやってみてください。最初の頃は快適に動くと思います。すぐエミュレーターを立ち上げて、で、最適化して設定の方を遊べば、割と序盤の頃は遊べます。ただ、リンクが、塔のところで剣をなくし、大砲で打ち上げられて塔に潜入するんですけど、そこで剣をなくしちゃうんですね。で、そのシーンぐらいにもなってくると、ポリゴン数も増えてくるので、かなり動作重いです。はい。なので、パワーがね、もう足りてないんですよ。ゲームキューブの、そういったフルポリゴンのゲームを遊ぶには、T310 じゃパワーが足りない。最低ラインとして、アンチと20万以上欲しいっていうなると、この T310 の上位互換の T618、これがゲームキューブを快適に遊ぶためのラインです。で、そこに到達してない。到達していない以上、メモリをいくら引き上げたところで意味がない。はっきり言って、オーバースペックですね、ただの。はい。だから、3ギガあったとしても、全く意味がないです。はい。なので、エミュレーターで遊ぶっていう一点を鑑みると、この 2GB から 3GB のスペックアップっていうのは、恩恵ではないですね。2プラスで言うと。で、一つだけ恩恵が感じられるとしたら、こいつをスマホやタブレットのように、Android のアプリをたくさん多用する場合ですね。これで YouTube 見たり、ネットブラウジングとか調べ物したり、買い物したり、まあ誰かの Instagram 見たりとかってする場合には、まあ当然ブラウジングの時にこうやってバーっていっぱい出しますよね。たくさんのページを。そうなってくると、メモリっていうのはかなり重要になってくるので、
2ギガと3ギガで大きな違いが出ます。これはっきり言えるのは、私、Fire HD Plus を持ってるんですけど、8プラスと、新しい Fire HD 7持ってるんですけども、この7と8が8プラス、7と8プラスで、メモリがね、7の方が2ギガなんですよ。で、8プラスの方が3ギガなんですね。で、積んでる CPU は全く一緒なんですよ。一緒なんですけど、やっぱり、ネットブラウジングとか、あとゲームのアプリの立ち上げですね。ここに大きな違い出てきてますね。3ギガの方が、やっぱ2ギガに比べてもたつかない。2ギガはね、いろいろもたつくんですよ。はい、だから、Android の端末としてこの、レトロポケット3を使う場合には、2よりも絶対こっちの方が優れてます。Android も11ですしね。はい。なんですけど、エミュレーターで遊ぶってとこで言うと、この2ギガから3ギガのスペックアップっていうのは、正直意味ないです。はっきり言って。はい。もうこれ断言します。で、PS2 とかを遊びたいってなってくると、今度は、じゃあその上ですね。3ギガ以上必要なのってどんな時なのっていうと、PS2 がまずちゃんと動くスペック、CPU のパワーがある状態であれば、2ギガじゃちょっとやっぱ足りないですね。3ギガ以上ないとダメです。で、3ギガあると、十分快適に遊べます、PS。ただ、ものによっては、本当に一部の限られたタイトルによっては、4ギガあった方がそもそもいいよねっていう場合が出てくるので、3ギガと4ギガ比べたときに、お金に余裕があるんだったら4ギガの方がいいんじゃないって、こういう感じで、例えば10ドルしか違わないとかっていう場合であれば、4ギガをチョイスしてもいいんじゃないって思いますね。ただ、3ギガでも十分動きます。PS2 で CPU がちゃんと足りていれば。なので、メモリの、キャパがどれぐらい必要かっていうのは、その辺で判断してもらえばいいかなと思います。はい。で、ここだから、Android さっき言ったように、アプリを使う場合は、当然3ギガのメモリの方が余裕がありますから、そういったところも視野に入れるんであれば3ギガにしてもいいかなと思いますけど、いやいや、これはもうゲーム機だし、Android の端末だけども、ゲーム機としか遊ばないよっていうんであれば、私は2ギガあれば十分かなと思います。はい。っていった感じになりますね。なのでね、その辺、個々の主観とか、その主張があると思うんで、最終的には10ドルの違いしかないんでね、安牌を、この安全なセーフティーなところを見通して、後でね、パソコンと違って自分でメモリを付け替えたり、乗せ替えたりっていうのは難しいっていうか、できないと思いますんで、直付けだと思うんでね、ボードの方に。なので、そういったところも視野に入れて、3ギガに一応しとこうかなっていうのは、10ドルの違いですからね、いいとは思いますけど、意味はほとんどないですよっていうことは、お伝えしておきたいなと思いますね。はい。で、こいつが買いなのかどうかですよね。ターゲットもありますけども。で、これはね、非常に難しいんですけど、少なくとも、今はやめといた方がいいって感じですね、個人的には。なぜなら、円安がね、もうアホみたいにね、進んじゃって、もう今はもう本当海外からね、買い物はね、そうそうできないですね。で、特に100ドルを上回るもの。これはもうね、今はやめた方がいいですね、正直。去年の今頃って、ドルがね、118円ぐらいだったんですよ。なんで、例えば、これを去年の、その118円の頃に買おうってすると、2ギガメモリのものを買うんであれば119ドルですよね。で、かける119。送料はまず別とします。送料は別にかかってきますからね。そうすると、去年のね、118円換算ぐらいの時には、本体価格がね、2ギガのメモリのものであれば、14000円だったんですよ。で、この14000円であれば、私はね、強く押したと思いますね。これ14000円で、ドリームキャストぐらいまでしっかり動くし、で、モニターも 4.7 インチで、小さくはないので、いいんじゃないですかねと思いますね。はい。ただ、今は 142.5 円なんですよ。で、142.5 円に119ドルですよね。16,900 円。およそ17,000円なんですよ。で、これに先ほど言ったように送料がだいたい3,000円ぐらい確か乗っかってくると思います。だから、2万円ぐらいって感じですね。送料入れると。だから、さっき言ったようにドリームキャストぐらいまでしかまともに動かないのに、2万円をかけてこれを買うかって話ですよね。で、ましてや、2プラスを持ってる人ですね。2プラスを持ってる人であれば、絶対にやめた方がいい。はい。で、2プラスをだから持ってない人ですよね。持ってない人で言っても、正直この性能で2万円は高いなって感じますね。去年、
パウキリーから X18S っていうのが出てるんですけど、これがね、スペックで言うと、このレトルトポケット3に積んでいる T310 っていうチップの上位互換のチップを積んでるんですよね。X18S の方は T618 っていうチップを積んでて、パワーがね、だいたい2倍ぐらい出るんですよ。なので、その T618 ぐらいになってくると、ちゃんとゲームキューブが遊べます。メモリも4ギガも向こうありますからね。で、ちゃんとそのCPU のパワーも足りてるので、ゲームキューブの多くのタイトルが快適に遊べます。もうほとんどね、遊べます。エミュレーターの再現性が低くて遊べないっていうタイトルがあったとしても、パワー不足を感じるようなところはないと思います。ゲームキューブであれば。はい。で、それが去年118円の時に1万8000円で出たんですよね。だからそれを考えちゃうと、その半分の性能しかないのに、今買おうとすると2万円取られちゃうんですよ。だから、その去年の118円の時だったら、すごくいいですね。コスパも良くて、これぐらいの値段だったら買ってもいいと思いますよって勧めたかもしれないんですけど、今はとてもこの値段じゃお勧めできないなって感じですね。だから、レトロイドポケット3が付けてる価格が悪いんじゃなくて、円安が悪い。円安があまりにも悪すぎるので、今は買いじゃないんじゃないって思っちゃいますね。だから、特に2プラスを持ってる人は、この操作性とかの向上を求めて買った時にはさらに2万出してこれを買うってことなので、かなりね、がっかり感じゃないですけど、うわ2万円出してもこの程度かってなっちゃうかなって思いますね、うん、だからこんなにね円安がひどくなければ、まあ、Android ゲームの Android 端末の中では価格が119ドルってかなりお手頃がありますから、いいかなってお勧めしたいんですけど、だってこの3ギガメモリの方なんて129でしょ ?129 ドル ×142.5 18,382円で、これに送料3000円足すと2万1000円ですよやばいでしょだいたいそのさっき言った T618 っていうのを積んだタブレットがまあ2万前後ぐらいなんですよね。2万1000とか2万2000とか。で、セールの時に買うと1万8000とかで買えちゃうんでね。だから、そういったところを考えみると、うん、やっぱりこの T310 で2万円っていうのは、今の状況で言うとかなり悪いなって思いますね。はい。っていったところで、まあ今、無理しておすすめはできないかな。うん、よっぽど例えば、この2万1000円ぐらいの価格で、CPU のパワーがね、20万をオーバーしてるようであれば、まあいいんじゃないのって思いますけど、所詮ね、この T310 って、アンツのパワーがね、だいたい、あれなんですよ、総合スコアで言うと、13万ぐらいで、CPU のパワーがね、確か3万ぐらいしか出ないのかな、うん。というスコアなんで、3万とか4万ぐらいしか出ないと思うんで、うん、そのやっぱパワーのマシンに対して2万円はちょっとね、おすすめできないなって感じですね。だから、円安が、こう下がってきた頃を狙った方がいいんじゃないかなと思います。あとね、多分ですけど、ほら、このレトロイドプラス2の時も2プラスって後でスペックアップしたの出したじゃないですか。だからね、この3もね、なんていうんですかね、しれっとね、3プラスっていうのを出してくんじゃないかなと思うんですよね。だから、無理して今3を狙わなくてもいいんじゃないかなと思いますね。3プラスっていうのも多分出るだろうっていうところも見越して、円安もその頃にはね、落ち着いてるっていうことを、期待しつつすぐにこれに手を出さなくてもいいんじゃないかなって個人的に思いました。はい、じゃあレトロイドポケット3のねお話はこの辺にしておきましょう。じゃあ次のねお話に行ってみたいなと思いますね。はい、では次のお話どうぞ。はい、ではね次の商品見ていこうと思うんですけども、次の商品はね、オドロイド GO ウルトラという商品ですね。で、なぜね、こちらの商品を取り上げようかと思ったっていうところなんですけども、先ほどね、紹介したレトロイドポケット3、これとね、サイズ感とかマシンパワーがね、ほぼほぼね、近いものがあるんですよ。はい。なので、まあ、比較されることがね、あるかなと思って、まあ、先行してね、私の方でちょっとレビューの方を見ていこうかなと思いまして、取り上げさせていただきました。はい。じゃあね、早速見ていこうと思うんですけど、実はね、このレトロイド GO ウルトラも後継機という形になるんですよね。で、前作機がありまして、それがね、オドロイド GO スーパーという商品になります。で、まあ、知ってる方は結構いらっしゃるかと思うんですけども、
このオドロイド GO スーパーの、後継機じゃないんですけども、亜種がね、実はもうすでに出ているんですよ。で、それが、パウキディさんの、RGB10MAX ですね。はい。まあ、そこから発生した RGB10MAX2 なんかもありますけども、まあ、それはまたね、別商品だと思ってください。この RGB10MAX っていうのが、亜種なんですよ。で、亜種って言い方しましたけども、まあ、もうちょっとストレートな言い方しちゃうと、オドロイド GO スーパーを丸パクリしたのが、RGB10MAX ですね。で、オドロイド GO スーパーがね、当時、3.5 インチが主流だった中華ゲーム機の中で、突然ね、5インチという大きなサイズを積んで登場したのが、オドロイド GO スーパーでした。ただ、液晶がね、TFT であったり、ボタンのね、入力感度とかがいまいちであったり、画面大きくなったのはいいけど、なんかいろいろダメだねっていう子が、オドロイド GO スーパーでした。でその辺の、ダメだったところをすべて改善して出したのが RGB10MAX ですね。液晶の方を IPS 液晶に変えて、入力感度もね、それなりにまでに仕上げて、であとボディの方にね、シリコンスプレーなんかを吹き付けて、滑りにくくしてね、出したっていう感じの商品になりますね。はい。で、まあ、酷なことにね、この後発の、RGB10MAX の方は売れに売れてね、すごい売れたんですけども、レトロイド GO スーパーはその陰にね、ひっそり潜め、埋もれちゃってね、ないものっていうかね、黒歴史になっちゃいましたね。はい、で、そっからもう、だいぶ経つよね。これ2年ぐらい経つのかな。2年ぐらい経って、満を持して、正当後継機として出てきたのが、このオドロイド GO ウルトラという商品になりますね。はい。で、さっきのね、ポケット2プラスから3にね、上がって何が違うのっていうところを見ていったんですけども、こっちもね、じゃあスーパーからウルトラに変わって、何が変わったのっていうところがあると思うんで、そこをね、見ていこうかなと思います。で、この商品はね、実にすがすがしい。1点だけです、変わったの。その変わった1点っていうのが、内部のシンクルボードを、変えてきました。前回はロックチップの RK3326 を使っていたんですけども、今回はアムロジックの S922X、こちらのね、シングルボードに変更してきました。スーパーからウルトラの変更点は以上です。以上です。なので、もうこれ単純にシェルとか液晶はもう全部使い回しして、まあ言い方悪いですけどね、ボードだけを変えてきた商品になるかと思います。で、まあ、やっぱりスーパーの在庫がいっぱいあるんでしょうね。だからそれらをうまく流用せなあかんってことで、まあ、シングルボードだけ変えてスペックアップを図ってきた商品になりますね。だから残念ながら、その前作ね、不評だったこの TFT 液晶とかもそのまんま使われてますよね。今更 TFT はないよなって感じですよね。しかも5インチだと結構白っぽさがね、目立つんですよ、ライトが。強いんで。なので、ここはぜひともね、頑張って IPS に変えてほしかったなって個人的には思いますね。残念ですね。はい、で、このアムロジック S922X って、まあ、馴染みのない方はいらっしゃるかもしれないんですけど、これですね。これ皆さん、一度は見たことあるんじゃないでしょうか。この特徴的な、ロゴが、ドクロのね、マークに、ここに LED が入ってて光るんですけど、Android TV Box の GT King ですね。これと同じシングルボードになります。S922X ね。はい。で、ただ、この S922X は2タイプ出てて、2GB と 4GB。この2タイプのね、ボードが存在してるんですよ。で、この Android TV Box の GT King の方は、4GB のボード。で、今回の Android Go Ultra の方は 2GB のボードを使ってます。はい。っていう違いがありますね。なんですけど、動くエミュレーターの種類は、この GT キングと一緒ですね。ちゃんと動かせるのは、ドリームキャスト、PSP、このあたりまでですね。で、アンツの総合スコアで言うと、だいたいね、13万近くまでマックスパワー出ます。で、パワーだけで見ると、さっきのレトロイドポケット3、これがね、T310 なんですけど、だいたい10万から、まあ、11、2万ぐらいなんですよね。だいたい出ても。なので、
パワーだけで言うとこっちのアムロジックの方がちょっとだけ上なんです。ただただですよ、こいつはね、Linux ベースなんですよ、 OS が。なのでまああれですね、MLEC とか Arc OS とかああいった感じの、ファームウェアを搭載して、エミュレーターをその中で動かすって感じですね。だからコアとかはあらかじめ用意されたものを使って遊ぶっていう感じですね、エミュレーターのコアを。で、かたや、こっちのレトロイドポケット3の方は、Android ベースの OS の中に自分の好きなエミュレーターを持ってきて入れられる。ここの違いがありますね。で、もうぶっちゃけて言うと、やっぱね、もう Linux ベースの、エミュレーターは古い。古いですよ。更新も遅いですし、あと、もうコアとかも、もうすごい古いのとか使ってんですよ。で、一体いつの Linux ベースのコア使ってんのってぐらい古いのを使ってたりするので、もう正直 Linux ベースの中華ゲーム機はそろそろ終焉を迎えてるかなって個人的には思いますね。っていうのも、やっぱり足がね、遅いんですよ。フットワークが重い。結局この中に入っている満足できない、コアが搭載されてた場合は、ここのオフィシャルのファームウェアの更新を待つか、カスタムファームウェアが出るのを待つしかないんですよ。要は、与えられたもので遊ぶしかないって感じなんですよね。ただ、Android に限って言えば、例えば同じ、Nintendo DS のエミュレーターを遊ぶんでも、まあ何タイプか用意されてたりするので、その中で、あ、このロムはこっちのエミュレーターで動かないから、こっちのエミュレーターで試してみようかなとか、いろいろね、自分で試したりもできますし、エミュレーターそのもののカスタマイズとかセッティングっていうのがかなり細かくできるんですよ。で、かつ、例えば、ATLSX2 なんかで言うと、有志が作ってるパッチであったり、プラグインなんかがいっぱい用意されてたりするので、だからそういうのを組み合わせることによって、エミュレーターの再現率をぐんと引き上げることもできたりするので、やっぱりね、主流はね、Android ですよ、もう。うん。携帯ゲームとして、中華ゲーム機のエミュレーターを遊ぶんであれば、Android のね、もう移りつつありますし、開発もそっちの方が盛んに進んでます。はい。なので、まあ、Linux であるっていうところを踏まえると、パワーはこっちの方が若干ですけど、上ですけど、エミュレーターがよく動く方はレトロイドポケット3だと思いますね。はい。というところで、まあ、ちょっとね、残念感がね、非常に拭えないですね。せめて Android で出せなかったのかなっていうところですね。もしくは、アンバーニックさんのね、353P とかみたいに、デュアルブートにするとかね、553とかもそうか。だから、Linux と Android のデュアルブートにできなかったのかなって思うんですよね。決して、まあ、これは TFT 液晶で当然タッチにも対応してないんですけども、タッチスクリーンじゃなくても、Android ベースの、中華ゲーム機っていうのは、まあ、多数存在していて、確かバーキリーさんの A20、ゲームボーイ型のやつも、Android ベースだけども、別にタッチにはそう、対応してなかったですし、あともっと古いので言うと、A380 ですね。あちらも、RK3128 を積んでいて、ベースは Android。だけど、まあ、タッチパネルはついてないっていうタイプですね。全部キー操作でやるんですけどね。だそういったこともできただろうけども、Linux を持ってきたっていうところで、やっぱり、進化とか、そういうのを感じないですよね。単純にボードの乗せ替えてパワーを上げましたって言っても、所詮は Linux ベースっていうところを考えると、ちょっとなって思っちゃいますね。はい。で、まあメモリはヨシンバ、2GB にしているので、Linux であれば大丈夫です。だからそういうところで 2GB を選んだのかもしれないね。シングルボードに 4GB を選ぶこともできたと思うんですよ。値段ってね、そんな違わないんですよ。2GB と 4GB で。なので、4GB を乗せることもできたと思うんですけども、Android ベースだと、UI が重いんですよ。ものすごく。Android TV ボックスに出すような、Netflix とかね、Amazon プライムみたいに、サムネイルをね、大量に出したりするようなコンテンツが多いんですよ。Android のコンテンツって。だから、そうなってくると、メモリが 2GB だと重いので、4GB をね、使った方がいいんですよ。だから実際この GT キングなんかもゲーム以外にもそういったNetflix を見たり Amazon プライムを見たりとかっていうそういったことがサブスクを見たりすることができるので4GB のね、ボードをね、搭載してると思うんですよ。2GB だと重いんですよ、そこら辺が。1GB とか 2GB だと。はい。なので、そういうところを切り捨てるために、まあ、Android じゃなくて、Linux を持ってきて 2GB にしたのかなって思うんですね。はい。
なんですけども、やっぱ全体的にどうしたって古いですよ。液晶が TFT っていうところも5インチだとかなり白っぽいのがね目立つんですよね。あの光る、要するにバックライトの要するに面積が多いので、あのそれを TFT でこう液晶で明るく照らすとかなり白っぽいのが目立つんですよね。その辺も不評だったのを直してこなかったり、あとこのボタンのね配置とかもうまんまシェルをそのまま使ってるんで、この古臭いこの横並びのやつですよね。L1、L2 が。で、当然、この世代になってくると、まあ、PS1 とかももうがっつり動きますし、ドリームキャストなんかも動くってとこを見ると、この横並びのボタンとかをやめてほしかったよねってとこですよね。R2 とか使う機会もあるでしょうにっていうところで、この横並びはもう今更ないよねってとこですよね。はい。って言ったところが、ま、やっぱ残念なところっすよね。はい。だからまあこの機体が仮にね、去年の今9月にプレオーダーが始まって10月に発売されるとかっていうんであれば、全然ね食いつきはまた違ったと思うし、結構売れてたんじゃないかなって思うんですよね。ただもう今 Android にあのベースが主流になって移りつつあって、こういったレトロドポケットとかの同性能のもので同等ぐらいのパワーが出て、Android ベースのものを、しかもこれよりも安価に変えるってなると、こいつの立場はないよね、正直ってとこですよね。はい。だから、やっぱ周回遅れ感がやっぱどうしても否めないよね。去年の今出て、発表してプレオーダーかけて、10月に出てるんであれば、まだ、レトロイドポケット2プラスも出てないし、パーキリーの X18S なんかも出てないから、Android がまだ主流じゃなかったんだよね。だから3326がまだ天下を取ってた時だから、そこに、かぶせて、S922X を搭載した中華ゲーム機、このサイズでってなると、話題が全然違ったと思うんですよ。RK3326 って、まあいいとこはアンツス 5万ぐらいなんですよね。で、こいつは先ほど申し上げた通り、アンツスの総合数がだいたい12万から13万ぐらい出るんですよ。なので、それを鑑みると、去年の今頃これが出てたら、うお、すげえ性能アップじゃんって感じで、しかもこのね、131ドルっていう値段であれば、相当売れたんじゃないかなって個人的には思うんですよね。だけど、今、これを131ドルで出してきて、で、しかも Linux ベース。で、液晶は TFT5 インチ。これはないよね。うん。もうちょっと頑張んないとダメだよね。これで勝負しようっていうのはちょっと浅はかだよね。うん。だから、レトロイドポケット3プラスがまだこれから発売するっていうんであれば、発売されてないんであれば、こいつにもまだ勝負の目はあったけど、もう実際手に取ることができる商品の中で、それよりも低い性能で、それよりも高い値段で出して売れるわけがない。うん、だから私がこれを見て 99.99 ドルで出してきたっていうんであれば、一向の価値はあったかな。レトロイドポケット2よりも、2プラスよりも、液晶は大きいので、大きい画面がいいけど、でも少しでも安く買いたいっていうんであれば、TFT っていうところを我慢して、大きな画面を取って99ドルで買う。っていうのは選択肢としてなくはない、うん。なくはないけども、そもそもレトロイドポケット3プラスの方が動きもいいし、液晶も IPS で綺麗なのに、これを選ぶ理由がないんだよね。やっぱり。うん、だからどこで勝負してるのかがちょっとね、見えないね、これは。うん、だから、せめてデュアルブートにして、まあ、シェルはそのままお金金型かかるから一番にしても、そうだね。これ液晶やっぱ IPS にすべきだったよね。だってこの 131.95 ってしかもノーバンドル版っていうやつなんですよ。マイクロ SD とかも何にもついてないんで、マイクロ SD を最低でも1枚は買って、で、公式から公式のファームウェアを自分で落として、Win ディスクイメージャー32とかで焼き込んで、で、ROM 入れて初めて使えるんですよ。この 131.95 ドルっていう価格で。そんだけ手間、だからマイクロ SD も当然16ギガのものでもいいから10ドルぐらいかけて上乗せされるよね。だから141ドルぐらいじゃないですか。それを考えると141ドルで 1.95 か。で、今の142円を乗せると2万円だよ。2万円で買うわけないでしょ、これを。で、仮に118円だとしても、118円にまあ、マイクロ SD の10ドル分乗せて 141.95 でしょ ?16,750 円だもん。うん、これはちょっと買わないよねって感じかな、個人的に。うん、だったら、レトロイドポケット3買った方が絶対いいもんねって感じだよね。
だからこの十字とかもさっき言ったようにレトロポケット3は小さくなって操作性とかも上がってるし、でこれ見てわかる通り、あの RGB 10 MAX と同じだから紙面が垂直で角張ってるんですよ。で先ほどレトロポケット3で申し上げた通り、ゲーム機ってこの、あごめんなさいね、紙面がこう丸みを帯びてないとこう持つでしょ。でこう持った時にここの角がここのね指のところに当たるんですよ、どうしても。でこう押さえながらゲームするから、ここの角が鋭角だとね、ここが痛くなってくるんですよね、こう圧力がかかって。でここに丸みがあるとその痛みがほとんどないような状態でゲームができるので、長時間のプレイにね支障が出ないんですよね。だけどこういった角張った本体っていうのは長時間プレイしてて指痛くなるんですよ。でそれがこれがそうだったんですよ。でトレードポケット2プラスがすっごい角が角張ってるんですよ。なんで長時間持ってるとちっちゃいくせに手が痛くなるんですよね。だからそういった側面があるんで、そういった側面ぐらいは改善してほしかったよねって感じだよね。うん。だから、まあやっぱ出るのが遅すぎたし、価格の付け方もちょっと間違ってるかなって個人的には思いますね。だって、そんな取らなくても、あれ、大丈夫でしょって感じですよ。個人的に言うと。あの、S922X だって最新のボードじゃないから、もうはっきり言って、あの、まあ、アリババとか見てもらえば分かる通り、数千円ですからね。うん、だから、2、3000円で買えるボードを買って、で、側はそのまま使ってるくせに、この価格はないでしょって感じですよね。うん、だから、まあ、付けたとしても 99.99 ドルだよね。で、それでも正直、レトロイドポケット2プラスと同じだから、比較した時にどうなのってなった時には、当然 Android ベースの方がさっき言ったように、あの、いろいろ利便性もあるし、動く、あの、フットワークも軽いから、そっちの方がいいじゃんってなるよね。うん。しかも TFT 液晶でしょ、こっち。うん。だから、最低価格として 99.99 ドルだよね。うん。で、欲を言えば、まあ、10ドルぐらい下げて、89.99 ぐらいで出せれば、まだね、あの、拾う目はあったかなって思うんですよ。あの、RGB 10 MAX よりも当然性能はいいので、あの、液晶はね、ダメだけど、液晶はダメだけど、性能はこっちの方がいいので、それを 89.99 で買えるんであれば、まだありかなと思います。例えば、89.99 だったら、142円付けられても、12,700円なんですよ。だから、12,700円で、液晶はあんまり良くないけど、ドリームキャストとか PSP がしっかり動くなら、良しとする人も絶対いると思うんです。だからそういう人たちには刺さるかなと思うんですよ。で、去年のね、去年この価格で出せていれば、118×131.95 でしょ？去年出せていれば、だから、15,500円か。ぐらいで、ん？違うか。去年出せて、あ、ごめんなさい。89.99 で去年出せていれば、189.99×118円でしょ？去年その値段で出していれば、16,000 円ぐらいだったんですよね。はい。だから、それであれば、全然ね、あの、勝負というか、群がる人はいっぱいいたと思うんですよね。はい。実際に、あの、レトロイドポケット2プラスがそうだったじゃないですか。99.99 のかなりの低価格で出してきて、で、あの頃が118円で、私が12,000円ぐらいで買ったのかな ?99.99 で、118でしょ？うん、11,798円で、確か私、それぐらいの時買ったんですよ。だから、やっぱそれなりの商品価値っていうのはそこにあるんですよね。アンツス10万ぐらいだと1万円前後だよねってとこで、あの、妥当な価格で出てきたから、みんなすごく群がって売れたんですよね。だから去年 89.99 ドル。まあ今でもいいよ。今でもいいから89.99ドルぐらいで出てれば、あの全然勝負の目はあったと思うんですよね。うん。さっき言ったように、液晶の質はそんなに良くないけど、ドリームキャスト PSP はしっかり動くので、あの画面は別にそんなに良くなくていいよっていうんであれば、うん、買う人もいたけど、131.95、レトロイドポケット3より高価格、売れるわけがない。勝負の目がない。うん。どこにも利点がない。だから、唯一勝っているとするんであれば、画面の大きさだよね。向こうは 4.7 インチで、こっちは5インチなんで、大きさだけはこっちの方があるよね。だけど、大きさに差があるって言ったって 4.7 と5でしょ。ほぼほぼ一緒だよね。854×480 のサイズでしょ。で、こっちが、持ってないかな、こっちは。うん、4、あ、乗ってるね。750×1334。まあ、これは解像度だからあれか。あの、画面のサイズじゃないからね。これで比較はできないか。うん。だけど、やっぱり、
まあそう違いはないよねきっとね、 4.7 と5じゃ、うん、いやここはちょっと残念だよね、うん、なんかこのスペックがね出てなかったんだよね確か。でアモロジックの S922X を積んで、まあ、120から130ぐらいで出ますっていう感じで事前発表があったんですよ。でその時に、まだね液晶がどうなるとかバッテリーがどうなるとかっていうのは出てなくて、単純にそのチップだけシングルボードだけが発表されて、で120ドル前後だったらいいんじゃないと思ってたんですけど、蓋を開けてみたらね、側とか液晶は全部一緒っていうことで、ちょっと残念だよね、うん、という感じで、まあ最初ねこのオドレド5ウルトラが発表があった時は、おこれレトレドポケット3のライバル機になりそうだなと思って、どっちがいい派っていうのが出てくるかなって思ってたんですよ。なんですけど蓋を開けたらこんな状態なんで、正直ライバルにはなりえないね。レトロイドポケット3のが圧倒的にいいね、うん、絶対に、うん、なのでまあそれでもリラックスベースが俺はいいんだっていう人がいれば別に全然否定はしないので買ってもいいんじゃないかなと思います。ちょっとお高いけどね、131ドルってこの性能とかビルドクオリティで、うん、なんですけど、まあ個人的にはレトロイドポケット3一択かなって、その2つだったらっていう感じですね。はい、ということで、この話はおしまいにしたいと思います。それではね、最後総括の方を述べておしまいにしたいと思います。本日は、リリースされたばかりのレトロイドポケット3、それからオドロイド5ウルトラ、こちらはあれか、プレオーダーがね始まったばっかの商品ですかね、はい、この2商品を紹介したんですが、いかがだったでしょうか。私の主観としてはやっぱりね、円安がまあこんなにひどい状況なので、まあ2商品とも無理して今日本円で買う商品じゃないかなと思います。2商品とも送料込みっていうところを見ると2万円をオーバーしちゃいますんで、まあこの商品に2万円の価値は正直ないかな個人的には。で、日頃からこういうまあリスクにね備えて、ドルの方をね安い時に、買ってお持ちの方っていうんであれば、2つともドルの価格で買うんであれば、まあそれなりのね価格になってますので悪い商品じゃないと思います。例えばレトロイドポケット3なんかは2ギガ版とかは119ドルですよね。で同じこの T310 を積んだタブレットとかを購入しようってなると、2ギガメモリを積んだやつだと大体ね、79ドルから89ドルぐらいかな、付け根がタブレットので、3ギガメモリ版とかになってくると89ドルから99ドルぐらいの間、これぐらいの価格で取引されてますから、まあ、そうね、暴利をむさぼってるわけじゃない。そこまでひどい値段はついてないかなって個人的には思うので、ドルで買うんであれば、まあ、それなりの性能に見合ったものが手にちゃんと入るよっていうところですね。ただ、円で買おうとすると、もう性能とはもうまるでかけ離れた商品になってきますんで、そこはやめた方がいいと思いますね、個人的には。2万円ぐらい出すってなると、この310の上位版、さっき申し上げた T618 っていうチップに相当する価格になります。大体これを積んだタブレットっていうのが2万円前後で取引されてますから、それぐらいの性能がないと見合ってないって思いますね。はい、という感じになりますね。で、この商品に限らず、もう100ドルを超えてくる商品っていうのは、よっぽどコスパがいいっていう限りじゃなければ、今はね、円でね買うのはねやめといた方がいいと思いますね。例えば100ドル違ってくると、去年との比較を見るとね1ドル24円ぐらい高くなってるんですよ。だから2400円でしょ。2400円も同じ商品が高く買わなくちゃならないって、すっごい損した気分になりますね個人的には。なので、まあよっぽどコスパがいい商品、例えば私が今狙ってる KTR-1 なんかはAndroid ベースの中華ゲーム機なんですけど、これがまあ、メモリの方がいろいろ展開されてて、2、3、4、6、8って5パターンあるのかな。で、私が狙ってるのは3ギガメモリのパターン。これがね、一番私はコスパがいいかなと思って狙ってるんですよ。で、これが、確か、159ドルでね、出す予定みたいなんですよ。で、アンツの総合スコアが、ヘリオ P99 積んでるんでね、30万オーバーなんですよね。30万以上出るんですよ。で、それで3ギガのメモリを積んでいて159ドルというのは、ね、かなり安いですね。159ドルということは、まあ142で換算したとしても、22,500円なんですよ。
で、じゃあ30万、アンツ30万オーバーのタブレットを買おうってなったら2万2000円じゃ買えないんですよ。だそれを鑑みるとかなりコスパがいい。だであれば140円台だったとしても私は多分買いますね。はい。っていう感じですね。はい。だから、そういった商品でなければ、今はね、ちょっと割高にやっぱりなっちゃうと思うんで、どの商品も。やめといた方がいいと思いますね、個人的には。で、まあ、許せるとしたら、50ドルまでですね、個人的に。1000円前後であれば、まあ、ちょっと割高ぐらいの感じなので、買ってもいいかなと思います。で、この50ドル未満の中にも、中古ゲーム機でね、いい商品いっぱいあるんですよ。ぜひだからね、そういうの持ってない方っていうのは、そっちの方にもね、目を向けていただきたいですね。例えばこの、今私が先月アリエクスプレスのセールの時に買った商品になるんですけども、トリムイモデルS。これね、誰か本当教えてください。これね、名前これなんて読むんでしょうね。TRIMUI。まあトリムイって私は呼んでるんですけど、トリムイモデルSですね。これは、クーポンとかいろいろセールとかの価格をひっくるめて4800円ぐらいだったかな。で、買いました。で、私が買ったとこって別に最安値じゃないんで、もっと安く買えるとこもあると思います。4500円とか。で、この通常価格はね、44.5ドルなんですよ。なんで、かなりね、安い商品になります。で、最安値で探していただければ、40ドルとかで売ってるとこもあると思います。私は、もういつもね、大体買うとこ決めちゃってるんですよ。ちゃんと発送してくれて、ちゃんと質問に答えてくれるところ。まずね、これはね、アリエクスプレスとかで安いなって思った商品があったら、まずね、これをね、確認皆さんしてください。これね、全然関係ない話なんだけど、皆さんに言っときたいのは、必ず商品を取り扱ってるストアと何回かやり取りしてください。で、やり取りが来ないところは絶対買っちゃダメです。例えば、この商品が20ドルで売ってるところがあるとしたら、まずストアに問い合わせてください。この商品って今ストックあるんですか？すぐ送れるんですか？って。で、いろいろ根掘り葉掘り聞いてみてください。で、それに対しての回答が一切返ってこないようなところは全部偽のストアです。なので、そういうところでは絶対買っちゃダメです。注文しても絶対商品届かないですし、届いたとしても違う商品が送られてくるっていうようなことが考えられますんで、そういうところとは絶対取引はやめましょう。はい。で、あとは、ストアの名前がね、適当超えてるやつ。数字の羅列になってるようなストア。128-787-8-5678 とかっていうストアの商品のところは、絶対手出しちゃダメです。それはね、多分架空で適当に作ったストアなんで、そういうところからの買い物をやめましょう。はい、で、私は、ちゃんと質問に誠意に答えてくれる。結構長々質問するんですよ。いくつも。で、ちゃんとそういうところに質問に対応してくれるところから買うようにしてます。だから多少、例えば2ドルとか3ドル他のところよりも高かったとしても、ちゃんとそういうふうにストアの受け答えをしてくれる人のところから買います。で、なぜかっていうと、商品が届くのも、そうなんですけども、商品が届いた後に、不具合とかあった場合に、そういうのを購入前にちゃんと、こう、やり取りしてくれるストアっていうのは、大概ね、あ、いいですよ、じゃあ分かりました、取り替えますってすぐ言ってくれるんですよ。なんで、信頼が置けるんですよね、そういうところで。だからそういうところから必ず買いましょう。で、私はまあそういうところで買うようにしているので、まあその私の買うところでのストアだと 44.5 ドルなんですね。はい。で、こういったね、いい商品ってのはいっぱいあるんですよ。で、これなんかもすごく良くて、まずね、これまあちっちゃいってことがすごく取り柄なんですけども、これ見てください。鉛筆と同じぐらいの薄さしかないんですよね。厚みが。で、背面がアルミのしっかりしたシェルを使ってまして、で表面もね、クリアのプラスチックボディになってて、見た目もすごくおしゃれだし、手触りもすごいんですよ。で、保管してるエミュレーターの数なんかもすごく多くて、とってもいい中華ゲーム機なんですよね。で、ぜひだからコレクション要素として持っときたいなと思って購入しました。だから次回ね、これね、ちょっとかなりもう1年半前ぐらいに出た商品なんで、もう知ってる方とか持ってる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、ぜひね、やっぱり私の動画でもね、紹介しておきたいなと思える商品なので、これね、次回ね、紹介しようと思います。で、こういったね、安くてもいい商品ってね、まだまだいっぱいあるんですよ。で、こういった商品って、性能面を求める商品じゃないから、持っててね、それだけで幸福感を味わえるようなゲーム好きとしてはね、商品になるので、またね、最新のものが動くぞっていうところとは別にね、いいところがあるんですよね。はい。なので、こういった、今は安く買えてコレクションしておきたいなっていう商品を、安いところないかなって探して、で、信頼を受ける店を探して、太いパイプを作ったりね、こういう小物をたくさん買って太いパイプを作っていくといろいろ便利なんですよ。はい。なので、ぜひね、
まあ、そういうところ、安くていい商品がないかなっていうのを、こういったところに目を向けていただけると、今はね、この円安を乗り、うまく乗り切れるんじゃないかなと思います。今ね、最新の商品を求めてもどうしたって割高になってきちゃいますんで、今はね、やめといた方がいいですね。はい。といった感じになりますね。はい。本日のお話は以上となります。本日のお話が皆様の何かの役に立ちましたら幸いです。ぜひチャンネル登録をしていただいて、またね、次回の動画をお待ちいただければと思います。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。